魔法数学は魔法言語学と同じくらい魔術の基礎になる大事な学問なんだ。おや、その顔は信じていないね。この世界では何もかもが気まぐれに変化する。あらゆる事象を解明するために必要なのが魔法数学なのさ。いつかの未来で人が恋に落ちる理由も解き明かせてしまうかもしれない。数字同士が惹かれ合って数式を作るようにね。少しは興味が湧いてきたかな。魔法使いになるための第一歩を踏み出した君たちならこの面白さが分かってくれるはず。でも恋愛の話はまた今度。今から抜き打ちテストを始めるよ。美しい解き方を見つけてくれたら嬉しいな。魔法数学は座って数字を見つめるだけじゃ成り立たない。これまで教えてきたことを使ってこの数式を解き明かしてごらん。スリルと隣り合わせの状況でいかに魔法が自分を正しく助けてくれるか理解できると思う。それだけじゃ物足りないって子にはもうワンランクレベルアップした試験を課そう。いずれ研究者になりたい子にはぴったりの問題だよ。それでもまだ満足できないのなら、俺もまだ研究中の初恋についての魔法数式を解き明かしてみるのはどうかな。試験は通過点に過ぎない。一緒に楽しもう。君が持つ自由な発想やひらめきを俺に教えて。